福祉家横、福祉家横、福祉家横、1982年3月25日台は、日本の女子陸上競技、主に長距離走、マラソンの選手。2010年5月末の時点で、3000メートルと5000メートルの日本記録、ハーフマラソン及び10キロメートル、15キロメートルのアジア記録を有する。オリンピック。 女子陸上競技には2004年アテネ大会、2008年北京大会、2012年ロンドン大会、2016年リオデジャネイロ大会と4大会連続して日本代表に選出、アテネ、北京、ロンドンの3大会は長距離走、リオ大会はマラソン。また2006年ドーハアジア競技大会女子1万メートルでは金メダル、世界陸上モスクワ大会、女子マラソンでは 銅メダルをそれぞれ獲得さらに2013年2016年の大阪国際女子マラソンで2度の優勝を果たしている青森県北津軽郡三谷町出身大相撲元子結び後見生の振り分け親方は東京の先輩でもある青森県立御所河原工業高等学校機械科を卒業後2000年にワコールに入社高校時代までは これといった実績もなく、インターハイや国体でも決勝に、かろうじて残るくらいであったが、当時は、駅伝の古豪だったワコールに入社してからは、トラックレースや駅伝などで頭角を表し始める。2月の横浜国際女子駅伝で、日本ナショナルチームに選出され、2区を 10km30 分で激走して、区間新記録をマークする。その年は、 大会の20回記念大会だったため、記念の節目にみんなで優勝しよう合言葉に10句を激走した渋井陽子、三井住友会場所属と共に、チームの優勝に貢献した。6月の日本選手権で、女子の5000メートルと1万メートルで共に初優勝を果たし、2種目制覇を成し遂げ、普山アジア大会の代表に選ばれた。 10月に行われた普山アジア大会では、女子5000メートルと1万メートルともに、銀メダル、両種目とも、金メダルは、孫英傑。しかし1万メートルでは、自己ベストを一気に50秒も縮める30分51秒81の記録で、5、日本女子2人目となる31分突破、日本人初の31分突破は、 渋井陽子で30分48秒99となる。また5000メートルでは、自身が7月20日に出した日本記録を0秒0に更新する14分55秒19をマークした。12月に行われた全日本実業団対抗女子駅伝大会では3区1 0トルの区間で改装、沿道の観客に対して、福祉は時折笑顔を見せながら走っていた。しかし、 次の中継所に間もなく到着する終盤で、すぐ後ろを走っていた、鳩と子、元第一生命保険と、足が絡まって転倒し、左膝を強打する。その後足を引きずりながら走り続け、区間賞を獲得したものの、膝の人体帯を切る、大怪我を負った。2月、福祉の故郷で行われた青森冬季アジア大会で、膝の怪我を押して、最終成果ランナーを務める。 約半年近くは怪我の治療に専念していたが、6月の日本選手権女子1万メートルでは終盤スパーとして独走、復活の優勝を果たした。その後、世界陸上選手権の長距離総代表として初出場を決める。8月、世界陸上パリ大会では5000メートルと1万メートルに出場したが、5000メートルは予選敗退。 1>, 1万メートルは11位に終わった。1月11日に京都市で行われた第22回全国都道府県対抗女子駅伝競争大会では、ふるさとの青森県代表として最終の9区10キロメートルを走り、30分52秒の区間最高記録をマークして、1997年に熊本県代表の川上優子、 元沖電機宮崎がマークした31分01秒の区間記録を7年ぶりに塗り替えた。6月4日の日本選手権女子1万メートルでは、レース前半で復手が飛び出してから、その後独走となる。しかし終盤に入ると、ややペースが落ちてゆき、ゴール直前で2位の田中めぐみ、大島、元島村や3位の広山晴美、元市聖堂らに、 猛う作を受けるもかろうじて逃げ切り、31分32秒09のゴールタイムで優勝、初のオリンピック代表内定となった。その2日後、6月6日の女子5000メートルでも15分05秒07の記録で優勝を果たす。8月27日、逸話初出場となったアテネオリンピックは女子5000メートルも出場可能だったが回避し、 女子一万メートルの一種目のみに絞って、出場となる。しかし、レース前に発生した足の故障のために全く力を発揮できず、同じ日本代表の田中恵、ぐ13位と、広山春美、18位からもかなり遅れての26位で、ゴール、しかも、福祉の次に27位だった、女子種は最下位である。ゴールタイムは33分48秒66と、 自己ベスト記録より3分近くも悪く、戦闘からは2周も周回遅れとなる惨敗だった。6月の日本選手権では、女子5000メートル1万メートルともに優勝を果たし、世界陸上ヘルシンキ大会代表に選出。同大会には5000メートルと1万メートルの2種目で、出場するも1万メートルでは、前回に続き11位に止まり、5000メートルは、 決勝進出を果たすものの12位、2種目ともに8位内の入場ラインには至らなかった。1月15日に京都市で行われた第24回皇后坂月全国都道府県大公女子、駅伝競争大会では、京都府代表として最終の9区 10km を走り、京都府チームとしての過去最高記録で優勝を果たしている。3週間後の2月5日に、 香川県で行われた第60回香川丸亀ハーフマラソンでは初のハーフマラソンにもかかわらず日本記録を持っていた野口瑞希、シスメックス選手とトップを争い1時間7分26秒のアジア記録で優勝した9月のワールドカップ陸上アテネ大会にアジア代表として出場3000メートルで5位5000メートルでは銅メダルを獲得 12月のドーハアジア大会女子1万メートルでは、31分29秒38の記録で、同大会初優勝を果たす、3位は当時とヨタ車体所属の大南博美。1998年バンコクアジア大会の川上、優子以来、2大会ぶりの金メダルをもたらした。2月4日に行われた第61回香川、丸亀ハーフマラソンに2年連続で出走。 自身の持つアジア、日本記録の更新はならなかったが、1時間8分00秒の記録で2連覇を達成した。4月には、後輩のユダトモミと共に、エチオピアでの合宿に挑戦するという新しい試みを行っている。6月29日の日本選手権、女子1万メートルでは、7000メートルあたりからスパートして独走。 この種目で2002年からの6連覇を達成。同年8月開催の世界陸上大阪大会の女子長距離走の代表内定を決めた。その2日後の7月1日に行われた女子5000メートルでは、スタート直後に転倒するアクシデントにも全く動じず、その後笑顔を振りまく余裕も見せ、1万メートル同様に後半独走となる圧勝だった。その後、 合宿場所をエチオピアに移した。この時この種目のスーパースターである、ハイレ・ケブレセラシェとも出会い直接アドバイスも受けている。地元開催となった、世界陸上大阪大会の本番、開幕日だった8月25日の女子1万メートルでは、レース中盤あたりで靴が脱げかけてしまい、立ち止まって履き直すハプニングが発生する。その後積極的に先頭へ立つ場面もあったが、終盤で、 ペースが落ちて、結局10位に甘んじた。9月1日の女子5000メートル決勝ではスタートから果敢に先頭に立つも、3000メートル地点で後続に飲み込まれてしまい、その後は離され14位に終わった。福祉本人はかつて、マラソンを走るつもりはない。2時間以上あるなら走り続けるより映画を見たいと述べるなど、フルマラソン転向について、 消極的であることを公言していた。しかし、世界陸上大阪大会を目前にした2007年8月23日に突如マラソンに転向して、翌2008年の北京オリンピックを狙う可能性があることを発表。一部の報道では、長距離総種目で逸話内定した場合でも内定を蹴ってマラソンで逸話代表を狙うとも言われていた。女子マラソンでは、 とさ玲子、三井住友会場が、世界陸上大阪大会で、銅メダルを獲得し、北京五輪代表の内定を得たため、残る枠は二つとなる。さらに、同年十一月の東京国際女子マラソンでは、アテネ五輪女子マラソンのディフェンディングチャンピオンである、野口水希が、大会新記録で圧勝し、ほぼ、逸話代表決定との報道をされ、事実上残る枠は一つになった。 この一つの枠を2000年、シドニーオリンピック女子マラソン金メダリストの高橋、久子、元ファイテンらをはじめ、数多くの国内有力選手と争うことになるため、福祉には慎重な判断が求められており、マラソン天候に関しては断定を避けていた。12月18日、日本陸連を通して翌年に1月に行われる大阪国際女子マラソンに一般参加選手として、 初マラソンに挑戦することを表明。福祉本人は、まだ本格的な練習をしていないので期待と不安がありますが、期待に応えられるよう頑張りますと文書でコメントした。福祉のフルマラソン初戦として、大阪国際女子マラソンに参加することを発表。本番2日前の2008年1月25日、外国、国内の招待参加選手らとは別に、 福祉一人だけの記者会見が開かれた、通常は招待参加で選ばれた有力選手のみ、記者会見に参列するが、一般参加選手が会見に臨むのは異例である。1月27日に開催された大阪国際女子マラソンでは、スタート直後に長い陸上競技場を先頭で駆け出してから、大阪城公園を出る 30km 付近まで、 福祉がハイペースで後続を大きく突き放し、一時は2位集団を2分以上引き放し独走する展開となった。しかし 30km 地点を過ぎたあたりから、スタミナ切れを起こして、急激にペースダウン。その後 34km 過ぎでは優勝したマーラ、山内、元セカンドウィンド AC や2位の森本とも、天馬やらに抜かれると、35km 以降から、 ほとんどジョギング状態が続いて十数人の選手に次々と置かれていく。それから福祉はフラフラの状況で走り続ける中、さらに四十キロメートルを過ぎ田長い陸上競技場へ入る手前のゴールまで残り五百七十メートル付近では足がもつれて一度転倒、そして競技場へ入ってからは三度も転倒してしまう。それでも二時間四十分台のタイムでようやく ゴールラインにたどり着いたが、着順は、結局19位と惨敗に終わった。この大阪国際における、福祉の敗因について、当日テレビ中継で、ゲスト解説者だった、有森優子、元、リクルート、バルセロナ逸話銀、アトランタ五輪同メダリストは、大体 30km 程度までの距離であれ、そのままスピードで押し切れてしまうんです。しかし、そこから先になると、 どんな人間でもスタミナが尽きて、駆け引きの勝負になると述べ、福祉の経験不足から来るペース配分のミスを指摘し、また福祉はマイペース調整を重んじるあまり、練習でも 40km 以上の距離を継続して、走った経験がなかったことが報道により、明らかになった。後年フルマラソン復帰に際して、福祉本人も、当時はマラソンを甘く考えていた。反省していると語り、 準備不足で臨んだことを認めている。福祉は大阪の後にもう一戦フルマラソンへの参加を、ほのめかすが、時期的な問題から北京五輪女子マラソンの代表枠がほぼ埋まってしまい断念。その後のフルマラソン出走に関しては、3年9ヶ月にわたって封印することとなった。その後は本職である長距離トラック競技で五輪ギップを目指すこととなった。 今季初レースの6月2日の新潟選抜競技会の1万メートルは32分22秒18の6位に終わったが6月11日の北連ディスタンスチャレンジ深川大会の1万メートルでは逸話参加標準に A 記録を上回る31分30秒94で優勝優勝すれば北京五輪代表内定となる6月27日の 日本選手権の女子1万メートルでは、渋井陽子と赤羽幸子、北連らの激しい競り合いを展開し、勝負はラスト一周まで持ち込まれたが、渋井優勝赤羽2位のラストスパートに遅れを取って3位、31分18秒79と破れ、逸話内定には至らなかった。また、2002年より続いていた福祉の日本選手権。 女子1万メートルでの連覇も6ストップした。また6月29日の女子5000メートルも小林優里子、豊田自動食器、優勝と赤羽2位に敗れて3位15分16秒27に終わったが翌6月30日の日本陸連理事会で北京五輪代表に選出2大会連続の逸話代表入りを果たした。北京オリンピック本番は8月15日に 女子1万メートルへ出走。序盤から超高速のペースに積極果敢についたものの中盤あたりで脱落。8位入賞には届かなかったがなんとか周回遅れは免れ、三十31分01秒14の11位に入った。これは日本の代表3選手、他渋い赤羽の中では最も上位の成績であった。8月19日の女子5000メートル予選にも 出場したが、15分20秒46で組の10位に終わり、決勝進出はならなかった。社内で世代交代が進んだこともあってか、チームリーダーとしての位置を占めることとなった。会社代表としての位置づけもあり、プロフィール写真なども、より女性らしさを強調したものに改められた。また、この年の日本選手権では、順位としては振るわなかったものの、 それまでに派遣標準記録をクリアしていたことから、世界陸上4大会連続出場権獲得を果たした。世界陸上ベルリン大会では、女子1万メートルの1種目のみに出場、初の1桁順位となる9位でゴールするも、同じ日本代表で7位入賞を果たした中村由里が、天馬屋に先を越され、惜しくも入賞ラインには及ばなかった。 12月13日の全日本実業団、対抗女子駅伝では3区に出場し、12人抜きでチームをトップでタスキを手渡して通過。1998年にエスターンジロ、元日たちが記録した31分10秒の大会記録を11年ぶりに更新する31分で2秒の区間新記録をマークした。6月の日本選手権では、 女子5000メートル1万メートルともに2007年以来3年ぶりとなる2種目制覇を果たした。しかし2連覇を期待された杭州アジア大会の女子1万メートルでは終盤プリージャスリードハラーナインド勢のスパートについていけず4位と敗れる。続く女子5000メートルでも5位に終わり結局2種目ともにメダルを獲得することはできなかった。4年ぶりに出走した2月6日の 第65回香川丸亀国際ハーフマラソンでは1時間9分00秒の記録で通算3回目の優勝となった。また5月1日出場のベーカージナル招待女子1万メートルでは自身2番目の記録となる30分57秒90をマーク。しかし6月の日本選手権は5月上旬に左足甲の両性腫瘍を摘出手術後、 回復が思わしくないため欠場を表明。世界陸上テグ大会代表選出は絶望となり、福祉の世界陸上選手権への連続出場は4、大会でストップした。2011年9月8日、10月9日開催のシカゴマラソンに福祉がエントリーしたと主催者が発表。福祉のフルマラソン出場は2008年1月の 大阪国際女子マラソン以来3年9ヶ月ぶり2回目。福祉は2時間20分を目指す。ロンドンオリンピックに女子マラソン代表を目指すための準備になると意気込んで臨んだ。本番当日はレース途中までは野口瑞木の日本記録2時間19分12秒更新するペースで改装したが中間点を過ぎたあたりからペースダウン。レースは優勝したリリア・ショブホワ。 2時間18分20秒、世界女子歴代2位をマークに6分近く離され、日本最高にも5分以上及ばなかった。それでも初マラソン時のタイムから16分以上も大幅に更新、マラソン2回目で2時間25分を切る2時間24分38秒の自己ベストの3位でゴールした。3度目のマラソンは、 ロンドン五輪女子マラソン選考レースである2012年1月29日の大阪国際女子マラソンへ4年前の同大会では19位に終わったその雪辱を胸に秘め今回国内招待選手として挑んだマラソンコースは前回出場時と変更箇所あり当初野口瑞木との直接対決が話題を呼んだが野口は左太もも裏の炎症で欠場 同年3月11日の名古屋ウィメンズマラソンにスライド出場をすることを表明。福祉はスタートから高速ペースの先頭集団について行き、中間点を過ぎてからは優勝した重友理沙天満屋とのマッチースとなったが、26km 地点を過ぎたあたりから動きが悪くなり、徐々に失速。30km を過ぎた頃には重友に完全に引き離され、 ペースダウンしたところを、後続の選手に次々と追い抜かれるという展開になってしまう。結局2時間37分もかかって9位、当初2着のガメラシュミルコがドーピング違反、失格により8位に繰り上げと敗れ、北京五輪に続いて、ロンドン五輪も女子マラソン日本代表選出は絶敵となった。レース後のインタビューで、福祉はレースから1週間ほど前に体が、 少し重いと感じ、軽い減量のつもりで食事を減らしたが、それが、結果的にスタミナを削る要因になってしまったと語り、今回の敗因が調整ミスであることを認めている。ロンドン五輪について問われると、出るとするなら、立場的に遠回りにならないトラックでしょうねと述べた。マラソンについては、今のところ考えていないが、今後も機会があれば挑戦する意向だという。 前回の北京五輪同様に、長距離総種目で、ロンドン五輪を目指し、日本選手権に出場。6月8日の女子1万メートルでは、残り1000メートルあたりまで先頭を引っ張ったが、その後すぐ後ろについていた、吉川美香、パナソニックの、ラストスパートには引き離され、優勝した吉川に次ぐ2位に甘んじたが、A 標準記録突破の31分43秒25でフィニッシュ。 2日後の6月10日の女子0 0メートルも、優勝の新谷瞳、豊田自動食器についていけずに、15分25秒74に敗れたが、翌6月11日の日本陸連理事会で、ロンドン五輪代表に選出される。なおオリンピックで、日本女子の長距離総志木で3大会、連続代表選出は、広山晴美と並ぶ、史上2人目の快挙達成となった。 8月5日に開催されたロンドン五輪女子1万メートル決勝の福祉は合法から間もなくして日本女子3選手らと共に先頭に立つ積極性を見せたが4000メートルを過ぎてから先頭集団の後方に交代それでも終盤まで入賞圏内で粘っていたが最後は力付き31分10秒35の10位日本女子トップは新谷の9位 吉川は16位と五輪で3度目の正直の8位内入賞はならなかった。2日後の8月7日は女子5000メートル予選1組に出場も4000メートル付近までは先頭で集団を引っ張ったがまたしても終盤失速15分09秒81の予選8位に終わり決勝進出は果たせなかった。同年11月4日のニューヨークシティマラソンに エントリーしていたが、開催前に、ハリケーン発生による被害の影響を受け、中止された。2013年1月27日に行われた、大阪国際女子マラソンに2年連続して出場。ペースメーカーが外れた 30km 地点から、福祉だけ抜け出して一時は、独走体制に。しかし 35km あたりを境に徐々に、ペースダウン。 残りわずか約900メートル付近で終盤を追い上げた、タチアナガメラシミルコに惜しくも逆転されてしまう。それでも日本人最高の2位に入り、自己記録を17秒上回る2時間24分21秒で、フィニッシュ、同年8月の世界陸上モスクワ大会女子マラソン代表有力、候補に名乗りを上げた。その3ヶ月後、同年4月25日に、 日本陸連のマラソン代表選考において、福祉自身初となる女子マラソン日本代表に選出された世界陸上選手権自体は2大会ぶり5度目の選出。それから2年以上経過後の2015年11月24日、当初シンゴールのガメラシュミルコがドーピング違反により2011年8月以降の記録が抹消されたため、同年12月22日付で、 福祉が繰り上げで優勝者となった。これにより、2013年の大阪国際女子が福祉自身フルマラソン初優勝となった。2013年8月10日に開催された世界陸上モスクワ大会の女子マラソンに出場。気温30度を超える過酷な気象条件の中、レース前半から積極的に戦闘グループに着く。30km 手前で戦闘集団から遅れ始め、 一旦は4位に落ちたが3 5トル過ぎにメセレク・メルカムを追い抜いてメルカムはその後途中棄権3位に上がる順位を保って競技場へ入った福士は満面の笑顔でガッツポーズしながらゴールインし3位入賞銅メダルを獲得した同世界陸上大会において日本選手唯一のメダル獲得でもある世界陸上選手権女子マラソンの種目で 日本代表のメダル獲得は2009年世界陸上ベルリン大会で尾崎義美がに位入賞、銀メダル以来2大会ぶりとなった木崎良子は4位入賞、野口瑞希は 33km 付近で途中棄権。2014年9月28日1年1ヶ月ぶりのフルマラソンとなるベルリンマラソンに出走。しかし、 女子の武勇賞のティルフィツェガエには6分7秒離され、日本女子ではトップだったが2時間26分台の6位、止まった。2015年8月開催の世界陸上北京大会女子マラソン日本代表選出を目指していたが、足の疲労骨折が感知しなかったため、国内選考会には一度もエントリーしなかった。同年10月11日にシカゴマラソンに出場。 再び自己ベストと優勝を目指したが、自己ベストに惜しくもわずか4秒及ばず、2時間24分25秒で4位となった。2016年1月31日、リオデジャネイロ五輪の代表選考会を兼ねた大阪国際女子マラソンに出場。私もヒロインになりたいと意欲を語り望んでいたレースでは中盤から 独走体制となり派遣設定記録を突破する2時間22分17秒マラソン日本女子歴代7位で3年ぶり2度目の優勝を達成。これにより福祉自身初めて女子マラソンの種目でリオ五輪日本代表入りの有力候補に名乗りを上げる。なお優勝インタビューでの福祉はやっと取ったよ一等賞。リオ決定だべえ。と、すでに逸話決定したものと信じ。 喜びを爆発させていた。それから1ヶ月半後の同年3月17日、リオコリン女子マラソン、日本代表へ正式に選出された。ただし、マラソン種目では初めて。日本の陸上女子選手でオリンピック4大会、連続日本代表入りは、佐藤恵美、フィールド競技、女子総高飛びと、広山晴美、トラック競技、女子長距離走の3大会連続を超える。 史上最多記録である。また、同年8月14日開催のリオ五輪、女子マラソン本番当日の福祉は34歳4、ヶ月を迎えるが、出場すれば、日本女子マラソン選手としても、史上最年長記録となる予定。リオ五輪代表決定後の2016年5月15日、高橋久子廃議不正流ハーフマラソン。 女子の部に出走するも、優勝のユニスジェプキルイキルワには3分以上離され、1時間12分で A4 秒の6位止まりだった。6月26日の函館マラソンハーフ女子の部に出場予定だったが、右足に痛みを訴え欠場。右足疲労骨折の疑いと発表されたが、福士も長山監督も、第4、中足骨、薬指に炎症があったが折れていない。 リオ五輪に向けて大事を取ったと重傷ではないことをアピールしていた。福祉自身初めて女子マラソン種目に出場したリオ五輪本番では 20km 地点までは先頭集団に食らいついたがその後脱落。日本女子同士の田中智美との争いとなり結果日本人ではトップの14位に入るも4回目のオリンピックでも8位以内の入賞は届かなかった。 2017年3月17日に相手は6歳年上の関西在住のマラソン関係者と入籍。競技の方は続行し、2020年東京オリンピック出場を目指す。日本記録主な自己記録、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。